てておりそのうちに大会でスキップを務めているロシア国際クラス、スポーツマスターの称号を有する。ソビエト連邦を、ロシアソビエト連邦社会主義共和国時代のモスクワ市に生まれた。子供時代には、新体操に取り組んでいた。12歳の時、オーリガ・アンドリアーノバの指導のもとでカーリングを始めた。アンドリアーノバは、 将来のスキップと見込んでリュドミーラを養成した。2年後には、世界ジュニアカーリング選手権へ参加するようになった。モスクワの AD フリードマン記念第654教育センター生物学科学科を2003年に卒業した。ケイ・ツヨールコフスキー記念ロシア国立技術大学経済学部を成績優秀で卒業し、2008年に、 大学院へ進学した。モスクワの高等スポーツ技術試験学校、モスクビーチのカーリングチーム、モスクビーチマイナス -1 に所属する。2002年のソルトレイクシテオリンピックには初めて、ロシア女子代表が参加し、10位になった。プリビーフコバはこの時のメンバーであった。2006年2月のトリノオリンピックと2010年2月のバンクーバーオリンピックには、 ロシア代表チームのスキップとして参加した。また、2010年オリンピックでの最も美しい選手、第6位に選ばれた。ロシア大会では、モスクビーチマイナス1を引き、2004年から2005年シーズンで、準優勝、翌2005年から2006年シーズンでは、優勝を果たし、その後も4年連続で準優勝を果たしている。 プリビーフコバのロシア代表チームは2006年3月に全州市で開催された2006年世界ジュニアカーリング選手権で優勝し同年12月にバーゼル市で開催された2006年ヨーロッパカーリング選手権でも優勝した東急ユニバーシアードでは2007年に銀メダル2009年に銅メダルを獲得している参加したチームの成績 ありがとうございます。